ブハンドルを引いて、はめっちゃちゃんと引いてる顔あるじゃん。こんにちは。はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは。こんにちは、おきさばでーす。皆さん、ミーツーさんが出てるっていうことは何かというと、はい、あのおきさばきっと重課金税なので、ね、やったー僕の最後の、人生最後の重課金、もう死ぬのもう死ぬのリアルな話、最近死にかけたから、ね、入院してるからね。そうね、今回はこれです。アッキーがまたただの M4 って言いそうな、デルタですね、東京。これだよ、これは俺をバカにしたら怒る。ただの M4 じゃない、これがニュージェネレーションの銃です。語尾がだいぶ強い、語尾が強い、だいぶ強いほど、すごい興奮してますね、興奮してます韓国の JBLS 社のダイナミックアクションシステムで、通称 DAS ですね、DAS の GDR15CQB モデルになります。はい、名前が長いんで DAS で、今回 DAS で、今回は DAS で、 DAS を一番まずは値段、値段サムネで書いてあるけどはい、いいかみんなよく聞けよ、これは本体価格22万、まあ、笑顔ダブルピースの値段だからね1回前回に引き続き、継承しましたイオテックがありますので、総額大体60万ぐらい。わー、 400cc だよね、 400cc のバイク、バイクが、バイクの新社会だよ、あの川崎バイク、川崎室、ちょっとこれでブンブンってここの部分はね、ちょっと危ない、危ない、バイクが買えるぐらいの、買えるぐらいの値段です、うん、外装をカスタムしないで持ってきたかったんだけど、うん、もう我慢ができない、辛抱たまらん状態だったのでいじってしまいました、はい、元の画像とかは後でまた貼り付けておきます、そっちに、はい、元の画像これね、スペックなどちょっと覚えてこようと思ったけど、うん、無理なので今回はカンペ読みます。大丈夫、このようにですね、もう何も説明しないやつのもいるから、ね、出すとは一体何なのか、うん、ダイナミックアクションシステムの頭文字を取って出すです、 DAS ってことですね。 DAS で何が違うのかと、普通の電動ガンと、電動でですね、まずボルトキャリアを交代させて、かつてないリコイルを実現させてます。あ、リコイルね、気温が低い時でもガスブローバックと近いトリガーレスポンス、リコイル、ボルトストップ、操作感をね損なわないリアルな作動を再現されてます。リアルにないものは なるべくつけないっていうメーカーさんの、強い信念のもと作られております。開発者のこだわりで、実銃同様に分解と清掃ですね、楽しめることとかですね、清掃楽しめるっていいね。普通のエアガンってだいたいセンサー系のトリガー、電子トリガーとかついてますけども、そのセンサー類をつけないことで、コンセプトにモーターの起動音を消す目的で極小の FET が入ってます。モーター音があんまりしないんだよな。そうなんだ。2点の機械式スイッチがボルトを触れることで作動と停止をする仕組みだそうです。これね、これもまたすごいところだと思うんですけども、米国の大使館などのトレーニングアームズとして使用されてます。操作性、作動感、重量、射撃時の姿勢といった点から、米国の大使館などがこぞって使われてるみたいです。 11.1V のバッテリー推奨となっております。専用のマガジンになってます。 MIU さんの今回ホームページを参照させていただきましたけども、気になる人はホームページ見た方がいいかも。ホームページを見てください、うん、メーカーの正規代理店が日本には2社しかございません。北海道の MIU エアソフトさん、そして関東地区にあるバレットさん。バレット、はい、沖縄にあるバレットもあるんだけど、あれはシューティングバ ー。製品のスペックですね、全長が 720mm、792mm、はい、重量が 2.9kg、 だいたい約 3kg になってます。マガジンの相談数は60発、まあ、持った感じ全然ね違うね。ガス風呂みたいな肌触り、質感はすごくいい。ソプモットブロック3をモデルにしてます。ガイズリータイプのハンドガードこれですね。ガングリップなんですけど、ここはねメーカーさんのこだわりで、最初から PTS のガングリップが付いてます。ライタックのシュアファイアタイプの遠心リング付けてますけども、本当はあのマズルが海外製品でオレンジ色のフラッシュファイダーが、実銃とガングの見た目をすぐ分かるように、ガングの方にはオレンジ色のフラッシュファイダーが付いてたりするので、うん、ちょっとそれダサいのでちょっと外しちゃいました、まあ、日本用にしたと、ね、日本用にね、シンプルに、シンプルに M ロックだから握りやすい。これね、電動なのにテイクダウンが出てる。円を抜く、そしてパカッ。あ、なるほどね、ね、うん、いいよね、すごく見た感じすごいガスブロだよ。ここがね、全部器具なんだけど、こんな細いってすごいよね、折れそうだけどね、うん、なおかつこれ、ボルトキャリアも
あーなるほど、ガス風呂みたいになってる。ガス風呂みたいにこういう風に浮くことができます。すごいね。結構リアルにできてるんですよね、うん、質感とかも。バッテリーをつながない状態だとエアーコッキングガンになります。僕おすすめするのがトリガーの重さ、うん、2.8 キロっていう風に書いてます。トリガーブルの重さですね、うん、実際の銃もだいたい 2.8 キロぐらいの重さらしいです。メーカーさんがそこまでこだわってる銃なのね。そこのこだわりにこれ込んだ。そうね、そういうの若干重く感じるんじゃないかなっていう風に。でもこれすごく楽しいです。実際の動作が気になると思うんで、そうね、ちょっと精度がね22万に匹敵するか、うん、怖いよー、ね、なんか会社が歌ってたよね、なんか精度を大事にっていう、ね、そう精度を大事に、まあ、果たして精度はどこ、どのような精度なのか、うん、例の中じゃあ行ってみましょう。とくとご覧ください。はい、実車行きたいと思います。じゃあまず初段から入れていきたいと思います。でガス風呂と一緒ですのでマガジンを入れて、初段はチャージングハンドルを引いて、あめっちゃちゃんと引いてる、変わるじゃん。これで初段が装填されます。なんかエセチャーハンじゃないね。エセチャーハンじゃないよ、固めのチャーハン。固めのチャーハン、固めだね。出す、じゃあタクティカルリロード。おい、いいね、やべえ、はい、フルオート、はい、オーケーです。弾切れですね。ボルトストップかかった。そう、しっかりとボルトストップがかかってます。でマガジン、新しいマガジンを刺します。でこっち側のボルトリリースボタンを押すと、うんうん、しっかり、おクリック感ある、はい、クリック感がある。ガス風呂やん。ガス風呂、本当にガス風呂と一緒だね。いいか、お前が持ってんのはガンダムだぞ。ガンダムなのこれ。え、こっちやろ。うわ、やばめっちゃ綺麗に飛ぶ、すごっ。めっちゃ打ってる感覚が気持ちいい。マジすごい、もうすげえ、ちゃんとブレる。あーすげえ、あ、弾が出ました。お、止まった、弾が切れました。おぉすげえ、めっちゃ気持ちいいっすね。やばい、 15m から、おお、おお、完璧じゃん。完璧。次は 20m。 ブレてる、ブレてる、ブレてる。ハンド、ハンド押さえて、ハンド押さえて、ちょっとフルでお願いします。おう、どうすか精度は。まあ、一つだけ言い訳していい、うん、これまだ箱出しだわけさ、うん、なんかまだゲームでも一回も使ってないから、鳴らしもしてない、鳴らし運転もしてない、うん、からたまにちょっと落ち気味の球が出るかなぐらい、慣れたらもうちょっといけるかなと思って、もっとまとまる、うん、まあでもリポートであれだけまとまれば全然いいでしょ。いいんじゃない、うん、でセミもしっかり思ってくれるから、ちょっとしんちゃんの命中精度見てみる。はい、あ、俺の15m。 15m、 うん、じゃあしんちゃんで打ってみます。風だ、はい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 、違う、風、風っす、風。よ、よし、じゃあ右の風鈴を狙うのだ。風鈴、風鈴があるだろ。風鈴、風鈴一発で。外れ。一通りね、実車と説明終わったんでね、はい、メリットデメリットお願いします。メリット1、やっぱりガス風呂と一緒で実銃さながらの操作性、あとメンテナンス性とかを味わえるっていうのが1つ。2つ目が電動なのにガス風呂まではいかないけど、まあ、電動の中では一番のリコイル、反動が味わえる。そうそう、リアル性もう本当にこの実銃さながらっていうのが多分一番売りだと僕は思ってるので、まあ、トリガープルとかね、重さとかもそうだけど、うん、やっぱりこの実銃ライクなエアガンに仕上がってる、ここが一番
おすすめなポイントですかね。実マニアとしてはたまらないんじゃないですか。そうそう、もうたまらない、まあ、実銃撃ったことないからあれだけどこれでエアガンって言うんだからこれはすごい、うん、好きな人にはたまらない。ここ、ね、まあ、ガス風呂があと使いたいけど使えない地域にはいいんじゃない。北海道とか特に北海道ユーザー多いんでしょ。北海道ユーザー多分 400〜500人ぐらいは。そんなにいる。ガス風呂が使いたくても使えない地域の人にはありがたい一丁じゃないですか、これ。反動制御もね、やっぱちゃんとしないといけないっていうのも、うん、またそこも、うん、楽しみだよね。そうそう、もうこのメリットだけでいいかなって僕は思います。まあ、ゲーム重視するんだったらあれだけど、もうこの動作をね、そう、動作を楽しみながらまたゲームも楽しむっていうのが一つの、うん、まあ、楽しみ方かなっていうふうには思います。これぐらいですか。うん、そうだね、メリットはもう本当にこれ最大だもんね。最大だもん、ね、デメリット、はい、まず金額ですね。出た当初はもうちょっと高かった、30万とかだったから、まあ、安くはなった方だけどまだちょっと高い。いや、エアガンにしちゃ高いよ、うん、内容を聞けばね、納得する値段なのかなって。素材の代金とかがあるので、まあ、あとは重い、こっちの方が、こっちの方が重そうだけどこれの方が軽い。そう、なんか刺されてた。重たい重たい重たい。まあその重さがご褒美な人もいるでしょう。そうそうそう。あとストック、バッテリー問題だね。ストックがこのクレーンタイプストック、これあの両方にこうバッテリーを逃がしたり配線逃がしたりできる。だからストックをちょっと選びます。うん、あの普通のモエストとか CTR ストックはちょっとあんまない。じゃあ、あんなあんなストックは無理。こういうのはちょっともう、ね、あのバッテリー逃がしきれないので、もう外付けにするとか。出しになっちゃうから。正規代理店が今2社しかないので、まあ、特に沖縄はね、本土の方に送らないといけないっていう、まあ、故障した時の問題ですかね。自分でちょっと直すことが、まあ、しっかりできる人もいるんですけど、まあ、メーカーさんに頼んだ方が一番安全ではあるので、そういったところの、まあ、でもサポートはしっかりしてきてるので、今後の迅速な対応してくれる、お店が2社ありますから、そちらの方に頼む。まあ、沖縄だとね、運送とかどうして時間がかかったりするので、そういった点がちょっと僕からしたはちょっと難点があるのかなっていうふうに思います。沖縄店の店長だろ作っちゃう、支部作っちゃうよ。出す不況の会の会長、沖縄支部会長、うん、いじれるでしょ、三つさん。だからすぐだ、怖いね、電動は。ちょっと研修会行ってこよう。研修会行ってこよう出たばかりっていうのがあるので、どんどん今からまた改良していくものなので、うん、まあ、今後にもっと期待される、はい、今でもすごい集団率とかいいんですけど、うん、もうまだまだ進化できる銃ではあるので、余地もあると、うん、種類は今は M4 しかないんですけど、機種だね、理想がちょっと違ったりとか、まあ、かな。韓国のメーカーさんが来年ぐらいには AK が出るんじゃないか、 AK を出しますと、いう風な情報も出てるので、もうね、 AK マニアの人とかいいかもしれない、うん、すぐ買うんじゃない。すぐ買うと思うそう、今からどんどんバリエーションも増えると思うので、今後に乞うご期待です。そう、かなり打ってて楽しい。次世代よりは確実にやるから結構打ちて楽しいですね。これが電動で楽しめるってめっちゃいいんじゃないですか。素晴らしい、うん、まあ、ゲームってなったらちょっと大変だろうけど楽しい、打つだけで楽しい銃ですね。ちょっとアッキーじゃないよ、アッキーだったけど最初、うん、あれアッキーの代わりでしょ今日ちょっとごめんなさいね、だいぶ声がかすれてきてるんですけど、うん、いい一丁です。しんちゃんがあの、あ、俺が通訳する非常にいい一丁だと言っております。あ、なるほど。で、次はどんどん買っていただいて、ぜひぜひもう皆さんね、もうぜひご購入ということで、不況の会の会長が後で怒られるんじゃないかな大丈夫ですか、はい、以上となります。はい、ご視聴ありがとうございました。ご視聴どうもありがとうございました。あ、あれですか、アッキーの代わりだからこの最後の絡み来ちゃう、うん、来ちゃう。あいついつも何してたっけな。アッキーの気持ちを知れあいつの気持ちを知れああ、どうせたな、しんちゃんスネークだ。今日はアッキーじゃないぜ、ワイルドだろ。スギちゃんなるほど、あいつはいつもこんな気持ちだった。バイバーイ。